銀座の飲み屋に行った公明党の議員さんがいらっしゃったみたいで、今ねテレ東ニュース見ようかなと思ってるんですけども、まあ私がねこれ見ながらねこうぼやいてるところをちょっと流してみようかなと思っております。じゃあ始めます。テレビ東京政治部の坂井田です。1月26日公明党の遠山清彦議員が緊急事態宣言が発令されている7月22日の金曜日の深夜、銀座の高級クラブを訪れていたと報じられました。公明党やその支持母体である創価学会に大きな衝撃が走りました。報道陣の取材に応じた遠山氏の説明は、先週の金曜日知人と食事をした後、知人が用意した場所、その知人のですね、やっぱり話を聞いてあげたいという思いが強くありまして、女性も、まあ、知人の話を聞くのはいいんですけども、別にお姉ちゃんのいるところで聞かなくてもいいような気がするんですけどね。お姉ちゃんにも聞かしたかったのか、もしくはそのお姉ちゃんと遠山議員とその知人という人3人でね、なんか面白おかしくやったんですかね。ちょっとね銀座に行く必要はなかったんじゃないかなと思いますよね。スターバックスで良かったんじゃないでしょうか。本来にはことさら厳しい公明党、遠山氏は知人に連れて行かれた、繰り返しました。隣に探されるような感じだという話、まあ、私初めて伺いましたので、詳しくどういうお店かは伺いました。まあね、隣に女性が座る店だったんでしょうかというふうにね聞かれて、初めて伺ったので詳しくはどういう店か分かりませんって、どういう店か分からないところに行くような公明党の遠山さんだったんですかね。遠山の金さん、どういう店か分からないような脱法ドラッグやってるんじゃないでしょうね、まさかね。ああやってそうだな。続き行きましょう。この会見を見た創価学会の関係者は、知人知人って一体誰なんですか。高級クラブって隣に女性が座って何万円もするんでしょ。みんなが苦しんでいる中で自分だけ楽しい思いをしているのは許せない、やめるべきです。これは奥さんの言葉ですかね。奥さんがいろいろご苦労されている中で、この遠山議員さん、旦那さんは面白おかしくお姉ちゃんと飲んでいたので、ね、許せない、やめるべきだってね、私の主人もやめるべきだ旦那もやめるべきだって言われてるんじゃないでしょうか。まずかこれ離婚問題に発展するんじゃないですか、これは。まあ創価学会関係者ね、まあ、公明党の方っていうのはこういう女性にちょっとね癖があるというのかね、まあ、女好きで有名だと聞いてますけども、その一端が出たのかなと。まあ女性好きは別に悪いことはないんですよね。女性のための、まあ、政策を打ってくれればいいんですからね、うん、にしてはなんかね、女性好きにしては特定の女性だけ大好きで、女性一般はあんまり大事にしてないような気がしますけども、どうでしょうかね。をあらわにしていました。誠に申し訳ございませんでした。遠山氏はその後 SNS に謝罪動画をアップします。7秒間にわたって頭を下げ続けましたが、学会員などの反発は収まらず、ついに公明党のトップが乗り出しました。我が党からこうした振る舞いをする議員を出したことに対し、国民の皆様に党を代表して心からお詫びを申し上げたいと思います。まあ、公明党の山口代表が謝ってるんですけども、やっぱこれはね、丸坊主にして古典的なね、丸坊主にして謝罪をするぐらいのことをした方がいいんじゃないですかね。なんとか南ちゃんとかもね、 AKB の子も丸坊主にしてましたからね、そのぐらいの気合い見せてもいいんじゃないかなと思いますけども、いかがですかね。本当に申し訳ない感じであります。硬い表情で陳謝する山口代表、しかしその翌日さらなる問題が発覚します。遠山氏の政治資金管理団体が2019年に福岡市内のキャバクラなどの料金を政治資金から支出していたことが報じられます。いやいや、キャバクラの料金をね、政治資金から出してちゃダメでしょう。しかもこうやって足がつく方法で、キャバクラの料金ね、まあまあ個人的にはいいんじゃないのと思うんですけども、でもまあね、公明党さんがやることですからね。キャバクラとか言ってこういうところ行きまくってたんですね。まあでも遠山さんも結構なお年でしょ。キャバクラ行って楽しいのかな、そんな二十歳前後の女の子と喋って。まあ、面白いんでしょうね。何なんですかね、やっぱりこう、そのなんていうんですかね、ちょっとエッチな関係とかにもなったんですかね、やっぱり。俺は遠山だぞとか言ってね、俺は与党だぞとか言って、まあ、幅利かして、そしたら、すごいとか言われたんですかね。これは指名した方の証言を取ったら面白そうですね、指名するその女の子の。だいぶギャラもらったんじゃないかな。サザンクロスネオっていうところがあるらしいです。これはね、後でね、個別に私調べておきます。サザンクロスネオというキャバクラらしいですよ。これ、
思わず有名になったんじゃないですか。その他、松本武明講演会、赤坂馬屋、神戸焼肉、ジュジュ、現代日本研究会というね、並んでますけどね、上の方に。ご指摘のありました、飲食すべてはですね、私の事務所の職員が政治資金から出すべきものではない支出にもかかわらず、まあ、出していたと、当該。あ、秘書がやったっていうのは、安倍さんの真似じゃないですか、これは。もうやっぱりね、公明党もね、完全に自民党二軍ですね、これは。もう公明党っていう名前外して、まあ、自民党二軍にした方がいいのかなと思いますね。いやひどいですね、公明党ね。しかもこの遠山さんっていうのは結構重役ですよね。もう次期代表みたいなところにいる方だと聞いてますけども、まあそんな方でも浮ついたことしてるとしたら、確かに違法行為をしたわけではないんですけども、この時期にね、まあお姉ちゃんの店行って飲んだりとかね、楽しかったでしょう。でもそれがどういう結果を生むのか想像できないようなね、賢くない方ではなかったと思うんですけども、挙句にはキャバクラの焼け袋の日ですね、昔キャバクラのお金をね、政治資金から出してたのをこんなところから探られるとは。だから銀座に行かなければこれもバレずにしめしめだったわけですよ。バレちゃったからね、もう仕方ない、バレたからもうやめるしかないな、責任取るしかないなみたいな、怒られたらやめるみたいなね、一体小学生なんですかこの人は。もう公明党の教育がこういう形なんでしょうね、きっとね。こういう方をこう擁立して公明党っていうのはできているということで、まあ、山口代表もいつかボロが出ると思いますよ。山口代表もちょっと面白い事件、キャバクラ通いなのかもしれないですね。ちょっともしかしたら風俗関係行きまくってるみたいなね、そんなこと言う人も出てくるんじゃないかなと思いますけども、週刊文春さんどうですかね。クリーンな政党であってほしいと思ってた分、ちょっとね、まあでもキャバクラに行っても別にクリーンはクリーンでしょ。キャバクラに行ったらクリーンじゃないって言ったらね、キャバクラで働いてる女の子はまたちょっとかわいそうなのになっちゃう、職業差別ですよこれはね。キャバクラも私は結構行きましたけども、楽しく面白いところですよ、男性のモチベーション上げてくれるんでね。まあでもね、政治資金で払ってちゃダメでしょ、お給料いっぱいもらってるんだから。なんでこんなケチなんですかね。私はね、借金してもキャバクラの金はもうつけて払ったことはないですよ。でもその日払いですよ、7万円とか8万円ぐらいですよ。その大体ちょっとね、3時間ぐらい飲んでカッコつけてボトル 2,3 本入れるじゃないですか。まあクレジットカードで払うんですけどね。でタックス 10% とかやめてくださいよ、キャバクラで。なんかその歌舞伎町で飲んだらタックス 30% とか言って絶対払ってねえだろ、そのタックスふざけろよと思いますけどね。カード手数料 15% とかね、なんか結局支払いのなんか150% ぐらいで払ってるみたいなね。バイトは言わないけど、カードで払ったらね、むちゃくちゃ手数料つくんですよね。じゃちょっと動画見てみましょうか。はい、秘書に対して厳重注意をした上で返金をするように求めまして、すでに返金をされたところで、厳重注意をしたって言えた立場からね、なんか安倍さんの真似したんじゃないのこれは。あります、支出された日には自分は福岡におらず公設秘書が接待のために支出したと小山氏は説明しましたが、そういう秘書を雇うもう監督責任もあるし教育責任もありますよね。でこういうことを政治資金から出して平然としている人を秘書にあつらえっていうのは相当人がいないのかな、公明党さんも。創価学会の中から選べばこんな間違い起きないんじゃないかなと思うんですけどね。なんでそんなおかしな人を秘書で選ぶんだろうな。秘書がやったことという釈明が永田町で繰り返されてきた、秘書に罪をなすりつけているように聞こえてしまったために、支持母体の創価学会からは強い反発の声が上がります。ある地方組織の幹部は、国民に自粛をお願いしているときに深夜に高級クラブにいただけで通話レッドカードで一発退場だ、これで議員辞職でしょうと呆れた様子で語りました。支持者からの議員辞職を求める声が強まりますが、公明党執行部は大山氏が幹事長代理という党の役職を辞任することを発表し、落撃を図ろうとしましたが事態は収まりませんでした。実は公明党には民間企業でいうお客様センターにあたる東京部という部署があり、地方議員の公認などが電話対応しています。去年4月の一律10万円給付を公明党が主導した背景には、この東京部に支持者たちからなぜ一律給付にしないのか、都民に寄り添えないなら公明党は応援しないなどのクレームが殺到したことがあります。大山氏をめぐる一連の問題を受けて公聴部には抗議電話が殺到、電話回線がパンク状態に陥ってしまったといいます。公明党の支持者、特に創価学会員の方々は議員を当選させるために非常に熱心に選挙運動をしますけれども、その一方で党の政策や議員の振る舞いには極めて厳しい目を向けているのです。こうしたことも影響したのか週が明けると、本日午前10時大島貴則衆議院議長に
辞職願い、辞表を届け出たところでございます。改めてお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。そして本当にありがとうございました。で結局ね、その公明党の遠山さんという人も怒られたら辞めると、で怒られなかったらそのままね、忘れられるのを待ってそのまま続けようとしたわけですよね。だこの姑息さがね、だってもうやったことはどうしてもこれダメじゃないですか。その怒られたから辞めるとか、公明党全体に迷惑がかかるから辞めるとかね、完全に保身なんですよねこれがね。こんな人しかいないんですかね公明党も。せっかくね創価学会の方はすごく熱心にされていて、残念ですね。こういう人がたとえね一部にしかいないとしても、腐ったみかんじゃないですけどもね、やっぱりこう映るもんだと思いますよ。というか映るだろうと思われますね。公明党さんっていうのはね、党名もこんなにね公に明るいって書くのに、いや私的で暗いですねもうね。公明党ももう解体した方がいいんじゃないですかねこれは。役職辞任にとどまっていた遠山氏がついに臨時職を決断、次の衆院選に出馬しないことも表明しました。ただ支持者たちからは、一旦は党執行部が遠山氏の処分を役職辞任にとどめていたことに、山口代表には本当に我々の声が届いているのかとの不満の声が聞かれました。私は地方組織を含めると公明党創価学会を取材して8年近くになりますが、今回の学会員の皆さんの不満や怒りというのはこれまでにないものを感じました。この点について遠山氏の辞職を受けた山口代表の会見で直接質問しました。はい、はい、今回最終的に辞職という結論になったんですけども、はい、先週の段階から、辞職やめないという声が辞職者の方からかなり上がっていたと思います。一旦は役職辞任というか、要は中途半端な形で回ってしまって、週明けてから臨時職ということになったのは後手後手になっているというふうに批判もあるんです。当初の段階から辞職の方からの辞職やめないとかですね、そういった厳しい声というのは山口代表には届いていなかったと思います。もちろん厳しい声はたくさん頂戴しています。いろんなご意見を頂戴しておりました。そうした中で、この現職の議員であり、また議事衆議院選挙の候補者として内定していると確認を受けているということもありますので、そこはこの様々な声を受け止めながら考えていたというところであります。クラスのことが順次出てまいりましたので、特に政治資金の処理について指摘を受けたのと、一層厳しい声になったと思います。そうしたことを本人自身がそれを受け止めながら、声を力、公明党が掲げるキャッチフレーズです。支持者や国民の声に本当に耳を傾けているのか、公明党に厳しい目が向けられています。というところでございましたね。公明党さん、小さな声を聞く力、そういう部分もあるでしょうけども、もし本当にね国民の、特に弱者の声を聞いてるんだったらね、今回が特別定額給付金必要な時ですよ。以前の10万円以上に、それは分かってあげてほしいなと思います。特にね一人親世帯、ここも重点で真っ先に給付しないといけないと思うんですけども、ただそうじゃない辛さを抱えた方にもきちんとね、そこにも声があるわけですから、公明党さんが我々の声を聞き取ってくれなかったらどうするんですか。自民党なんてね、もう国民がね減ればいいと思ってるわけなんですよ。もう過激なこと言いますけども、もうね見殺し政党ですからね、もうひどい話ですよ。で今回もあれでしょ、田村厚生労働大臣、結局は総理に直談判しても何の改善もしないわけじゃないですか。いや何人をねこうなんですかね、あの世に送り込めば気が済むんだって話ですよね。そのやっぱり人類補完計画とか言ってどっかのアニメにありましたけども、ある程度その日本人人口って減らした方がいいんですかね、自民党さんはね。だから公明党さんもそれに加担してるわけですから、なんか過激なことをね、私もねちょっと口から出そうになりますけども、半分出てますけども、いや今回ほどの落胆はないですね。公明党さんがこんなことをやるんだったら、それは自民党に強く出れないですよ。どうせお前らも同じじゃねえかよって公明自民党に言われて終わりですからね。立場悪いですね、やっぱり自民党に対してももう強く出れないし、それから国民の支持も受けられないと思いますしね。これね下手したら創価学会員でいることも不名誉みたいなことに公明党のおかげでなっちゃったかもしれないですよ。だって私もね公明党応援してくださいって今度言われたらふざけんなって言いますよ多分。
もう気の毒ですけどもね。だってふざけんなでしょ、これは。サイジリアの社長じゃないけど、いやそのぐらいね、ちょっと前まで私はね、ああ公明党さん本当によく話を聞いてくれるなと、何かが変わるかもしれないなっていうふうに私はね本当にこう思っていたんですよ。 ある意味ね、その心を持ってかれそうになってたわけですよ。いやそういう罠が仕込んでるとはね。私もだから公明党さんにちょっとね浸水してったら、いつかこういうふうなね、なんかお金ちょろまかしてみたりとか、ごまかしてみたりとかね、で奥さんいるのにキャバクラ行ってみたりとかね、キャバクラキャバクラまあ行ってもいいけど、それはね家庭が壊れない程度に。まあでもこのね、夜も出歩くな昼も出歩くなっていうふうな側の人でしょ。でもランチも食いに行かずに黙ってね、あの納豆飯食ってるわけですよこっちは。本当なんでしょうね。でそこのねお姉ちゃんのいる店に飲みに行くってことは、お姉ちゃんにも出勤させてるわけでしょ。どうしてもねその話が聞きたいんだったら、別に、ね、もう電話でもしてやってくださいよ。で挙句なんかね、どっかで聞いたんですけども、その不況にあえぐお店が、私が行かないともう売り上げ立たないからって言うんだったら、別に銀行口座に直接入金すればいい話ですからね。まあ、なんかね、ある話ない話いろいろと入ってきますけども、まあとりあえず私の胸はとりあえずスッとしたんで、ただそれだけですあまりね深い恨みはないですけども、でも公明党さんちょっとがっかりだな。いや私から見るとね、ここね 2,3 ヶ月の公明党さんの私のね見方っていうのは本当にクリーンで、なんでこの公明党さん単独で与党になってないんだろうって、自民党の助けなんていらないよと思うぐらい崇高なね、業務っていうかね、お仕事をされてるんだろうなと思ったんですけども、いやちょっとこれがっかりですね。だから創価学会の方とかはもっとがっかりでしょうね。これから公明党にお願いしますなんて言えなくなっちゃいますよね。いや本当にいろいろあるもんですね。皆さんどういうふうに思ったでしょうか。ではさよなら。